国鉄滝3000系貨車とは、1947年から製作された、日本国有鉄道に車席を有した、ガソリン専用の30トン席二軸ボギータンク貨車で、ある、同一の車体構造で同時に製作された、石油類、専用35トン席タンク車、滝1500型についても本項目で解説する、戦前の百二十九年から製造されていた、滝五十系、 タキ百0系系列の後継として戦後誕生した。はしごの位置、ハッチ周りの手すりの有無など製造年次や受注工場によって違いがある。200方式は上入れ下出し式。初期の車両は戦後の資材難から側量がなく、台車はアーチバー式の TR20 であったが、後に製作された車両では、 ガワ張りを持ち台車もベッテンドルフ式の TR41 に変更されている。このため、大枠上に普通構成の自転灯型タンクが乗っているという当時のタンク車としては典型的なスタイルを持つ。ほとんどが石油会社が所有する私有化車であったが、国鉄自らが所有するものもあった。しかし2002年3月に消滅してしまったが、現車は2001年頃に廃車となった。 ジャパンエナジー所有者を最後に姿を消している30トン席のガソリン専用車である1947年から1964年にかけて国鉄所有者、私有者合わせて1594両が川崎車両、飯野重工業、三菱重工業、日本車両製造、帝国車両工業、新構造機、日立製作所、汽車製造、新潟鉄工所、 東急車両製造、富士重工業、東洋工機、富士車両、近畿車両で製造された。番号は次の通りである。多岐3000三3049は国鉄所有者で大枠側量がなく、台車は TR20 であった。多岐3050以降は私有貨車であり、台車も TR41 に変更されている。1950年川崎車両製の多岐3050。 タキ3054は、国鉄所有者によく似たスタイルで大枠側量がない。ソ連サハリン向け輸出者の注文流れ、またはその見込み生産者を転用したとも言われる。1952年製のタキ3054以降は、大枠に、側量があり、後の標準仕様となる。1979年10月より火製品、分類番号、年32が表記された。 本形式の所有者は、米国陸軍輸送隊、日本石油輸送、日本陸運産業、ジャパンエナジー、井出光興産、九州石油、ゼネラル石油、内外輸送、日本化学肥料、日本陸運産業、三井物流、三菱石油、石油2役である。米国陸軍輸送隊、編集多三3 0 0 0三千3134。 軍番号70611994年4月、本八の毛滝3000系の所有者の中に、米国陸軍輸送隊の存在があった。これは1952年4月に発行するサンフランシスコ講和条約に伴い、国鉄、私有タンク車の接収使用ができなくなるため、自前でタンク車を用意する必要に迫られたためである。これらの車には、国鉄の車番とは別に、 米軍による軍番号を持つのが特徴である。軍番号はタンク帯向かって左側に大きく書かれており容易に識別できた。1952年製作のグループは154両で、車番は、たき3073たき3172たき3177たき3230である。メーカーは、たき3073たき3122がい、e、いの。 たき3123三千3172が、三菱、滝き3177たき3196が、日ぐる支店、滝き3197たき3230が、日ぐる本店である。群番号は70万から70万153である。1957年、たき3206三千3230は、 国鉄席を抜かれて、韓国に送られた。その後も、軍番号は不変だった模様である。続いて1956年には、滝3373滝3397の25両が増備された。メーカーは、日立である。このグループは、翌年、申請後1年足らずで国鉄から除籍されて、韓国に渡った。 このグループの狂気の台車は改造されずに日本に残留し、後に車体再生名義の2代目の製作に生かされることになる。1959年、日本向けに25両のタンク車を増備することになり、韓国に渡った初代の滝3373、滝3397が履いていた台車を転用することになった。その際に、車体新造による更新と、 廃車復活との扱いが取られた。車体メーカーは、記者会社東京支店と新潟鉄工所であるが、流用した台車のナンバーを元に不満したために、メーカーと番号の関係が混乱している。このグループは後に、国内の企業に移籍した車も認められる。1967年、新宿駅構内での石灰石列車との衝突事故により3両目6両目に位置していた。 タキ3085、タキ23119、タキ3084、タキ3043の4両が脱線し、タンクに穴が開き漏れた燃料に引火して、炎上、廃車となった。このうち、タキ3084とタキ3085は、軍番号70万11と70万12が、付番されていた米国陸軍輸送対所有者で、この2両に関しては、 国鉄所有の滝3047及び滝3049の2社をもって現物賠償されている。滝5200型から滝3000型への改造。編集1963年。滝5200系メタノール専用車から17両が滝3000型に改造された。該当の番号は次の通りである。滝3000系連結タンク車への改造。編集1978年。 三千3 0 0 0万三千33,057、三万33,059の3両が、富士中工業にて連結タンク車に改造された。二役作業の省力化、短縮化を目的に開発され、複数のタンク車をホースで連結し、積み込みに卸ろしを同時に行う車両であった。欧州や米国では1970年代から実用化されている方式であるが、日本では、 この3両で試験が行われたが、実用化には至らず、旧車となった TR-209 系台車への換装、編集一部の車両は、時に万五千系の廃車発生品である TR-209 へ換装された、35トン席の石油類専用車である。石油類専用車では、初の35トン席で、c 重油など高比重、高年度の油脂を輸送するための車両であり、 多岐3000型よりタンク帯はやや短く荷重もごトン多いタンク内部には蒸気加熱管タンク端の鏡板には大型の点検外を持つ戦時中に計画され1947年から1973年にかけて川崎車両日本車両製造三菱重工業新潟鉄工所日立製作所富士重工業 汽車製造、E の重工業、新構造機、帝国車両工業、東急車両製造、富士車両、若松車両で897両が製作された。番号は次の通りである。全車使用化車として製作され、滝機1500、多機1509は、大枠側量がなく、台車は TR20、滝機1510以降は側量があり、 台車も TR41 に変更されている。1971年には、汽車製造で、補期6500系カーバイド専用車から3両が、本形式に改造された。改造に際しては、種車社の大枠を流用した程度で、タンク体は、申請している。新旧番号番号対象は、次の通り。1973年、川崎車両で、 多岐3500系アルコール専用車から2両が本形式に改造された。改造に際しては加熱管と点検外を追加した程度である。番号の新旧対象は次の通り。1979年10月より化成品分類番号年31が表記された。所有者はキグナス石油、日本陸運産業、日本石油輸送、九州石油、ジャパンエナジー。 三菱石油、ゼネラル石油である、後年、重油の輸送需要減少で大量の余剰車が発生し、一部は多用途向きに改造された。改造の詳細については、次節で述べる。多千8850系、多岐3500系、編集詳細は、国鉄多岐3500系貨車を、参照1959年11月18日、2両が、 多岐3500系30トン石アルコール専用車に改造された。改造に際しては加熱管と点検外を撤去した程度である。番号の新旧対象は次の通り、多岐5200系、編集詳細は国鉄多岐5200系貨車を参照1964年から1968年にかけて5両が東急車両製造において、 多岐5200系30トン積メタノールセ0 0用車に改造された。改造に際しては加熱管と点検外を撤去した程度である。番号の新旧対象は次の通り。八千8850系。編集詳細は国鉄八千8850系貨車を参照1981年から1983年にかけて16両が。 富士重工業及び日本車両製造で、多機8850系35トン積ラテックス専用車に改造された。改造に際しては、タンク体を申請している。番号の新旧対象は、次の通り、多機11850系、編集1982年5月13日、一両が日本車両製造において、多機11850系37トン積円化。 第二鉄液専用車に改造された。改造に際しては、対抗性高張力構成のタンク体を申請している。この一両のみの存在で、落成時の所有者は、日本石油輸送であったが一週間後の5月20日に、東洋ソーダ工業に名義変更され、新南洋駅を常備駅として運用された。2004年度に廃車になり、形式消滅した。多機1 2 0 0系。 編集詳細は、国鉄滝1950系貨車滝12050系を参照1982年11月29日、一両が富士重工業において滝12050系38トン石工種、小三専用車に改造された。改造に際しては、ステンレス製のタンク体を申請している。 1987年7月22日に35トン席、気象産専用車に変更されている。この一両のみの存在で、所有者は日産化学工業であり、早星駅を常備駅として運用された。1998年4月に廃車になり、形式消滅した。多機17,400系、編集1982年9月10日、一両が富士重工業において、 タキ17,400系37トン石林産専用車に改造された。改造に際しては、内面に厚さ 4mm のブチルゴムライニングを施した普通構成のタンク体を申請している。所有者は日本石油輸送。本系列はガソリン、石油類タンク車を代表する形式であり、全国各地の石油輸送に用いられたが、 1980年代以降は、廃車や多形式への改造が進み、国鉄所有の多機3000型は、1977年までに全廃され、1987年4月の国鉄分割民営化に際しては、日本貨物鉄道に多機1500系366両、多機3000系619両が継承されたが、 次第に滝43000系243000万,万台44トン積車や多岐線型に置き換えられ、両形式とも2002年までに全廃され、形式消滅となった。本形式の設計を応用した各種の形式が製作された。本説では主な形式を取り上げる。多岐3500系詳細は、国鉄多岐3500系貨車を参照30トン積アルコール専用車。 1954年から1964年にかけて177両が新潟鉄工所、造機車両、富士重工業、機車製造、川崎車両、舞鶴重工業にて製作された。2両が1959年11月18日に、東急車両製造にて、多岐1500型から改造された。落成当時の所有者は、内外輸送、共和発行工業であった。 詳細は、国鉄滝5200経過車を、参照30トン積メタノール専用車。1955年から1968年に、かけて109両が、日本車両製造、日立製作所、飯野重工業、富士車両、三菱重工業、富士重工業、東急車両製造にて製作された。このうち五両は、滝1 5 0型からの改造車。落成当時の所有者は、 日本ガス化学工業、住友化学工業、東洋高圧工業、日本石油輸送、三菱工業、日産化学工業、三菱商事、京和ガス化学工業、三井物産、日本陸運産業であった。詳細は、国鉄滝6500経過車を、参照30トン石アセトン専用車、1957年から1963年に、かけて8両が、 川崎車両、東急車両製造、富士重工業、日本車両製造を製作された。1965年に三菱重工業にて、滝6900型からの改造で2両を製作している。落成当時の所有者は、第一物産、三井物産、日本ガス化学工業、火星水島であった。詳細は、国鉄滝6900経過車を、 三照30トン石アクリルニトリル専用車。1958年から1965年にかけて45両が三菱重工業、富士車両、日本車両製造、日立製作所にて製作された。このうち1両は多岐5200型からの改造車である。落成当時の所有者は三菱化成工業、日東化学工業、住友化学工業、 日本石油輸送、朝日火星工業であった、30トン石ガソリン専用車、1960年4月25日に2両が、新潟鉄工所にて製作された。本形式は、滝3000型と同一設計であり、唯一の違いは、タンク体内部の波余計板を廃止したことにある。このため、滝3000型に比べわずかに軽く空車時の換算量、数が1.8車になった。 波よけ板廃止の試験結果は良好であり、これ以降の製作の特殊構造を除くタンク車は波よけ板を廃止した。これ以降の増備車は、多機3万系の増備とはならず、多機3000系の波よけ板廃止による製作となり、本形式は2両のみの存在であった。所有者は日本石油であり、田松駅を常備駅として運用された。 その後、常備駅は名電筑港駅から本和西駅へと変わった。1991年12月に廃車になり、形式消滅した。ありがとうございます。